ミハエル、やっと見つけたよ、ゴー君。探してたんだ。全然いないからもう負けちゃったのかと思ったよ。バーガー、この俺様がそんな簡単に負けるわけねえだろ。で、なんで俺を探してたんだ。もちろん、君と1対1で勝負するためさ。え？わざわざ俺とレースするために探してたってか。そうだよ。僕はもともとこの大会自体にはあんまり興味持ってなかったからね。まあここまでのレースはそれなりに結構楽しめたけど、やっぱり最後はゴー君と戦わないと面白くないなって思ってたんだ。優勝なんて別におまけでついてくればいいんだよ。大した自信だな。本当に優勝なんてどうでもいいのさ。ゴー君とレースしなかったら僕がここに来た意味がなくなっちゃうんだからね。意味？それじゃ本当に俺とレースするためだけに参加したってのか、お前。そうさ、ファイナルステージで最後にゴー君と走った時、僕すっごくワクワクしたんだ。ドイツにはゴー君みたいな強敵はいないからね。ミハエル。いいぜ、それじゃお前の希望通りとことんやってやるよ。そうこなくっちゃ。勝負だよ、ゴー君。ああ、ファイナルステージの再現と行こうぜ、ミハエル。うん、楽しみだな。ああ、負けちゃったよ。あっぶねえ。なんとか逃げ切ったぜ。悪いな、ミハエル。ちっ、悔しいな。でも、やっぱりゴー君とレースしてよかったよ。すっごく楽しかったからね。ああ、俺もさ。またやろうな、ミハエル。うん、次は絶対負けないよ。覚悟しててね。ああ、いつでも返り討ちにしてやるぜ。それじゃ、僕が倒すまでに誰にも負けちゃダメだよ。任しとけって。サクッと優勝してきてやるぜ。頑張ってね。最後か。変な大会だったけど、
まあ別になんてことなかったな。あ、そういえばレッツ兄貴のやつ結局最後まで見なかったぞ。まさかどっかで負けちまったのかよ。ダグ。決勝進出おめでとう、セイバーコーク。さて、それでは最後のステージへ案内しよう。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。なんだここ。ようこそファイナルステージ。いよいよ黒幕のお出ましかい。ようこそセイバーゴーク。お前がボルゾイか。さよう、我が名はボルゾイ。今回は諸君らの参加とても感謝しているぞ。ゴーキの言ってた通り怪しい野郎だぜ。まあそんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。まあ何企んでるのか知らないけど、俺もレースできたから感謝はしてるぜ。そうか、ここまでのレースは楽しんでもらえたか。こちらも君たちのおかげで貴重な研究を進めることができた。今回の計画は成功だ。研究？いかにも。今大会で得たお前たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究の名。特にここまで残ったセイバーゴーク、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだよ。礼を言うぞ。そんなことよりレースの相手はどうしたんだよ。レース、そうだな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇った君のマシン、ビートマグナムを破壊してな。なんだと？最強のマシンはこの世に一台だ。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。ふざけんな！わざわざ人を呼び出しといてマグナムを破壊するだと？寝ぼけてんじゃねえぞこのじじい！ははははは。その元気がどこまでも持つか。では最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のレースだ。くしょー、あったまきた。絶対ぶち切ってやっからな。楽しませてよ。
ぜマグナムダイナマイト。ほう、これは意外だったな。当たり前だ。そんなマシンで俺のマグナムに勝とうなんて10年早いぜ。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぎん。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいいからな。優勝おめでとう、セイバーゴー君。もうそはリレースだったぜ。さっさと終わらせやがれ。そう、仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが。ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。なんだと？参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。待ちやがれ。